ベラ・クルーゾーはフランスの映画女優。映画監督のアンディ・ジョルジュ・クルーゾーの妻でもあり、最も知られている出演作品は夫が演出した悪魔のような女である。ベラはブラジルのリオデジャネイロに生まれ、第二次世界大戦前にフランスのパリに移住した。その後、アンディ・ジョルジュ・クルーゾーが監督する映画にスクリプターとして参加し、 それがきっかけで1950年に結婚した。アンディ・ジョルジュは自分の映画制作会社を彼女にちなんでベラフィルムと名付け、ベラを自分の監督作品、恐怖の報酬、悪魔のような女、スパイに出演させた。また、真実では共同脚色者として参加している。真実の撮影中、監督のアンディ・ジョルジュと主演のブリジット・バルドーの中が、 取り沙汰され、ベラは神経衰弱に陥った。1960年12月、ベラはパリのホテルの浴室で心臓発作を起こして急死した。46歳。服毒自殺という説もある。遺体はボンマルトルの墓地に葬られた。ありがとうございます。